留学経験を鼻にかけ、日本語しか喋れない人間とは話をしたくない。が、口癖のいとこの嫁。この間の法事の際、祖父は長らく入院していたが、退院して、久しぶりに、みんなと顔を合わせることになった。初対面の祖父の前で、いつもの調子で、親戚たちに、いかに、自分の語学力が優れてるかを説くバカ嫁。和の外で聞いていた祖父だが、やがて、山陰なまりの穏やかな口調で、そうかそうか、それじゃあ、わしとちょっと話しようか。いきなり、わけのわからない言葉で喋り出す祖父。バカ嫁はポカーン。ドイツ語だ。遠くから大変だったなって言うたんだが、わからんかったか。また、別の言葉で喋り出す祖父。バカ嫁はあわあわ。スペイン語だ。こっちは、寒くて大変だろうって言うたんだ。さらに、別の言葉で喋る祖父。バカ嫁、真っ赤になって完全に沈黙。中国語だ。隣の国の言葉も知らんのかって言うたんだ。このじいさん、大戦中は、軍の諜報員として活躍していた人物なのだ。俺を含めた親戚全員は、そのことを知っていたため、ニヤニヤしながら、ことの次第を見守っていた。バカ嫁は、いとこのいる離れに逃げ込み、以後、帰ってくることはなかった。